正直ワンピースの声優ってそろそろ声合ってない人多いよな。コビはひどすぎる。もうやめましょうよ、もうこれ以上戦うの。成長後コビーは合ってないって意見が多いのに、さすがに逆ハリアは。コビーまだ大丈夫だろって思ったけど、そもそも合ってない。一話2話の時の小さい頃は合ってたけど。コビーは頭身変わった時点で声も入れ替えるべきだった。近年のフンガキー絶望すぎる。ふん、ヨドポーネグリフもう一つでラフテルにはいけちまうからな。ガンダムの主人公までやった人がなんでこうなっちまったんだ。フンナキーよ、小田のお気に入り声優やねん。フランキーはヤオのために作ったキャラクター。ルフィ70、エース77、サボ70、ドラゴン87、声優業界の闇。これは始まった時期の問題なだけだろう。サザエさんの人って83歳って全く声衰えてないからすごいよな。カイドウは割とハマってたよな。波の声が完全におばはんで悲しくなる。ビビとか相当あかんやろ。ご視聴ありがとうございました。アニメ、漫画、ゲームを中心に毎日投稿しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。